ばんは、大原ゆい子です。大原ゆい子のチルアウトラジオ、今週も始まりました。第46回目の放送です。さて、今日10月2日は10と2の語呂合わせで豆腐の豆腐の日なんだそうです。これは結構納得ですね。豆腐だもんね。ん？でもなんで2って腐なんだろう。納得しちゃったけど。大原さんは豆腐は好きですか、木綿か絹だったらどちらが好きですか。豆腐は好きですね。はい、絹も木綿もどっちも好きですね。食べる用途によりますけど、味噌汁でなめこだったら絹がいいし、なんかなめこ以外だったら木綿がいいですし、冷ややっこだったら醤油で食べるんだったら絹がいいけど、だし、山形のだしとかで食べるなら木綿でも美味しいかな。まあなんかいろいろありますよね。なんか食べ方によります。麻婆豆腐だったら木綿かな、なんかそういうのありません？ありますよね。まあでも豆腐といってもごま豆腐とか卵豆腐、枝豆豆腐とか味がついてるやつがあるんですけども、なんかスタッフさんが過去にはチョコレート味や抹茶味が販売されていたり、秋冬限定商品として栗豆腐やさつまいも豆腐も販売されているんだそうです。いや、なんだろう、さつまいも豆腐と栗豆腐は美味しそうなんですけど、チョコレート味と抹茶味はちょっと嫌だな。でもジーマーミー豆腐とか美味しいですよね。沖縄の名前も好きですし、ジーマーミー豆腐、あれはごま豆腐なのかな、甘いごまっぽい味ですもんね。で、私卵豆腐めっちゃ好きなんですよ。卵豆腐でもね、なんかいっぱい安く売ってる時とちょっとなんか高いなって時があって、安く売ってる時は結構買って毎日食べたりします。美味しいですよね、卵豆腐。なんであんな美味しいんだろう。あれはなんか、あれ、お茶碗、あ、茶碗蒸しか、茶碗蒸しの味に近いな、なんて勝手に思ってるんですけど、茶碗蒸しとはまた違いますもんね。でもまあなんか卵入ってるからそう感じるのかな。美味しいですよね。豆腐を食べるとき何をかけますか。さまざまな商品を発売している相模屋のサイトには豆腐のアレンジレシピが掲載されています。気になったレシピはありますか、ということなんですけど、相模屋さん有名ですよね。あ、ちょっと待ってくださいね、電波が、あ、サーバーが開けないって言われちゃった。何かけて食べるんだろう。でも醤油、基本的に醤油とか生姜ですね。あと私はキムチを豆腐の上に乗っけて食べたりしました。あれだと醤油もいらないで食べれるんで美味しいです。この間ね、豆腐使ってなんか料理しないと豆腐の賞味期限切れそうだったんで、何にしようかなって思った時に揚げ豆腐にしました。衣みたいに片栗粉を確かまぶして揚げたんですよ、油で。美味しかったです。あれに、だしで作ったなんか汁みたいなのにそれを入れて揚げだし豆腐みたいにしました。結構美味しかったですね。またやりたいなと思います。まあ、豆腐嫌いな人あんまりいないですよね。でも私修学旅行の京都でもうめちゃくちゃお腹空いてた昼ご飯が豆腐料理屋だったんですよ。まあ美味しかったんです、すごい。でも食べ盛りの男の子たちは豆腐しかねえって言ってね、すごい言ってた記憶がありますね。まあ人によるし、お腹の空き具合にもよるかもしれないですけどね。豆腐は美味しく食べましょう。ということで、今週も大原ゆい子のチルアウトラジオとともに、あなたの寝る前の時間を一緒にまったり過ごしましょう。番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはゆいちる .radio@gmail.com です。
メールアドレスのスペルはこの動画の概要欄からもご確認いただけます。そしてツイッターなどで感想をツイートしていただく場合はハッシュタグゆいちるをつけてつぶやいてください。それでは今日もまったりお聞きください。大原ゆい子のチルアウトラジオ。大原ゆい子のチルアウトラジオ、略してゆいちる。さてここでは皆さんに募集したメールテーマ、あなたの一人〇〇の限界はを紹介させていただきます。一人映画、一人回転寿司、一人焼肉、一人カラオケ、一人ファミレス、一人水族館、いろいろありますけども、私は一人〇〇、今言った中だったら一人映画、一人回転寿司、一人焼肉、一人カラオケ、一人ファミレス、一人水族館、全部やってますね。だから別に普通ですよね、これは。わかんない、なんか一人ってつけるほどでもないかなっていう、なんか私にとっては思うんですけど、結構皆さんやりますよね。一人映画はまあ結構当たり前ですし、一人回転寿司も別に、一人焼肉も別に、一人カラオケもむしろ一人カラオケ行きたい、一人ファミレス普通で、一人水族館も普通。なんだろう、難しいですね。一人で行けない限界が何なのか分かんないんですけど、一人〇〇、あーでも初めて飛行機に乗ったのが私一人だったんですよ。一人飛行機、まあ別に一人で飛行機乗るのは全然当たり前だと思うんですけど、初めて乗ったのが一人だったので本当に怖くて、あれが一番後悔してる一人〇〇ですね。一人で乗るもんじゃないなと思いました。まあでも今慣れちゃったんで別に一人で乗っても問題ないんですけど、あの時は本当に一人で乗らなきゃよかったなって思いましたね。あとなんだろう、一人大人になって一人お笑いをねしましたね。一人お笑いも別に、なんかあんまり、別に一人でいいかっていう感じなんですけど、あのルミネーザ吉本だったら別にね、一人お笑いなんて一人映画と同じぐらいのあれなんですけど、もうちょっとこう近いところで見るお笑い、まあ、友達が芸人をやってた時に見に行ったライブで一人で一回見に行った時は確かちょっと緊張しましたね。なんでだろう、音楽ライブ見に行くときは別に一人で行くんで全然気にならないんですけど、お笑いってそんなに一人で見に行ったことなかったんで、その時はね、だからちょっと緊張しましたが、まあ別に、でたまたま知り合いが隣に座ったんで全然大丈夫だったんですけど、一人まるで特殊だったのはそれくらいですかね。なんだろう、去年今年とお家で過ごす時間も多くなったと思いますが、その影響で一人でやるようになったことはありますか？例えば一人外食が増えたとか。まあでも一人外食は全然コロナ前からよくしてたので、なんだろう、でも一人家ご飯は確かにコロナ禍で、そうですね、まあでも家で実家の時も別にお昼とか一人で食べてたからあんま変わんないか。一人でなんだろう、一人ラジオですよ。ラジオは今までドリミファ交換日記とか、あと大原ラジオとかやってましたけど、あれらは基本的にスタッフさんが聞いてくださってる中でお話ししたたり、あとはまあ打ち合わせ結構入念にして、まあ、前にねこういう話を しましょうっていうので、何かありますかっていう風にね、本を書いてくださってる方と一緒にこう話したりする時間があるんですけど、それがなくなったので、そう一人でいただいた台本読んで、あこういうこと話そうみたいなのをやってるんで、まあ、一人ラジオだな、コロナ禍で増えたのは。一
人ラジオないな。あとなんだろう、一人まるまるやってみたい、一人まるまるは、そうだな、一人バー行きたいですね。バーに行ってみたい。お酒別に嫌いじゃない、むしろ好きっていうか、まあ飲みたいなって思うんですけど、バーって行ったことないですね多分。はい、なんか一人でバーに行くのが大人だって結構勝手に思ってたんで、ちょっと一人でバーに行ってみたいですね。まあ、ちょっとコロナ禍なのでお酒の提供がね、ないと思うんで、まあ、なかなかこれから行く機会があるか分かりませんけど、やるんだったら一人でバーに行ってみたいです。バーテンダーの漫画とか読んでてどんな味するんだろうと思ってたやつらをちょっと飲んでみたいですね。はい、そうだね、一人バー行ってみたい。でも最初一人じゃ行けないから、やっぱり誰かについてって、その後一人で行きたいです。うん、いいな。ということで、私の一人まるまるは置いとき、皆さんからいただいたメールも紹介していきたいと思います。ラジオネームチョモさんからいただきました、ありがとうございます。自分がしたければ可能な限り一人まるまるをするので、限界がなかなか思いつかないのですが、今まで辛かった一人まるまるは原宿のパンケーキ屋です。パンケーキ求め有給取って平日にいたのですが、お店がおしゃれなのはもちろん、客層がほぼ女子大生でおじさん一人ではかなりアウェー感が笑い、それでも店員さんがとても優しく、パンケーキもふわふわで美味しかったので行ってよかったですと。かわいいパンケーキですね。とか、いや、すごい素敵だと思いますよ。パンケーキ求めて有給を取ってちゃんと混まない平日に行ったけど、女子大生がいっぱいだったってことですよね。いや、なんかいいな、一人で男の人がパンケーキ食べてるのはなかなか可愛い光景だと思いますし、別に全然気にならないです。私はあんまり気にも留めないかもしれないですけど、まあでもね、行く側はちょっとやっぱり照れはありますよね。うん、でも食べたいものを一人で食べに行くっていう、その心意気が男だと思いますよ。いいですね。店員さんの優しさ、こういう時しみますよね。わかるな。パンケーキこれ美味しそう。どこだろう。どこだろうな。下北のかな。どこだろうな。美味しそう。食べた。あ、原宿って書いてあったね。すいません。原宿のパンケーキ。そうか、私があれかな、なんだっけ、あれスタ丼、伝説のスタ丼に入るようなものかな、女性が。あ、まあ、別に女性でも伝説のスタ丼入りますよね、きっと。私入ったことなくて、で意見もしないので、まあテイクアウトしましたね。初めて食べましたけど、うん、美味しかったです。確かに一人スタ丼はしたことないから、いつかしてみたいかもしれないです。はい、じゃあちょっとチョモさんの男気に見習ってやりたいと思います。ありがとうございます。ラジオネームプラタナスさんからいただきました、ありがとうございます。一人で特攻して限界を感じたのは渋谷109です。当時は地元から上京したてで、渋谷109は聞いたことあるところだから、実態はよくわからないけど行ってやろうという気持ちで入りました。しかしまさか全フロアがあんなに女の子してるとは思わず、田舎の男感全開の私は非常に浮いていたと思います。自分が場違いだと気づいた時には結構奥まで進んでしまっていたため、彼女と来たけどはぐれちゃった人を演じながら脱出しました。自分がアウェーの環境だと途端に逃げ出したくなってしまうのですが、ゆりこりはいかがでしょうか。いやー、109、そうですね、確かに。なんか今はわかんないですけど、私も中学生だったか高校生だったか、初めて109に行った時に、確かになんか、まあ、千葉から出てきた田舎者なので、
うん、ちょっとやっぱり私もあの時はアウェイ感を感じましたね、多分あんま覚えてないですけど。でもね、あそこは確かに男性入るのはね、結構まあ女子でも、女子っていうか女でもドキドキするから難しいかもしれないですね。はい、あ、これは結構一人まるまる厳しいやつかもしれないな。はい、でもアウェイな環境だと途端逃げ出したくなってしまうんですが、ゆいこりはどうでしょうかということなんですけども、でも分かりますね。私は経験だとオーディションとかで、まあ、女の子がすごいいっぱいな場所だとすごい逃げ出したくなるんですよ。別になんかあるわけじゃないんですけど、なんて言うんだろう、ああいうオーディションとか、あと大きい楽屋とか、すごい女性がいっぱいいるところ、特に同じ業界の人がいっぱいいるところっていうのがすごい苦手で、楽屋とかね、もうダメですね。もう話せないし、もうなんならもう本当に消えてなくなりたいなっていつも思います。なんだろうな、男の人は全然気にならないんですけど、やっぱり同性の目の方が気になるんですかね。あとなんか話さなきゃいけないかもとか、挨拶しなきゃとか、そういうのがすごい、なんて言うんだろうな、嫌なんですよね。いや、挨拶はしますけど、もちろん。けど、向こうは多分ね、全然気にしてないと思うんですけども、それでもやっぱり苦手ですね。うん。一人、楽屋。そうだな。一人、大きい楽屋が嫌いかもしれないです。嫌なんだよな、うん、なんでだろう なんでですかね。難しいですね、人の心っていうのは。はい、でも分かる、109はね厳しいですね。今も多分私あんまり行けないかもしれないです。はい、ということで、次に行きたいと思います。ドキドキしてきちゃった。ラジオネームミッドさんからいただきました、ありがとうございます。自分でもよくできたぞと思う一人〇〇は、ゆいかしも大好きな鳥貴族に一人で入ったこと、一人取り木ですかね。そして私はディズニーランドによく行っていたのですが、最近は一人ディズニーを楽しむ女性が結構いると聞きました。このラジオでもディズニーに行ってきたよ報告をしてくれたゆいこさんは、一人ディズニーできる自信はありますか？男の自分にはかなりの難易度、てか多分無理です、笑いときました、ありがとうございます。あ、一人取り機か。なんか何回かしようとしました、私も。全然抵抗ないですね。取り機とか特に抵抗ないかもしれないです。あれなんで。どっちかっていうと、取り機っていうよりも、大将がいるような焼き鳥屋とかカウンターの、ああいうとこ入ってみたいですけど、ちょっと敷居が高いなっていう感じがします。いいですね、一人取り機。ね。挑戦したいな。なんか行こうと、去年行こうとして、なんでだっけな、なんかね、やってなかったのかな、なんでだったかな。まあだからコロナだったから、そう、あ、そうだ、コロナだったからだ。なんで行かなかったのか思い出した。はい。そうですね。行きたいな、一人取り機。いいですね。ディズニーランド、一人ディズニー、確かに、私の周りも、年間パスポート持ってる人とか、あと高校の時に同級生の女の子が、私今度ディズニー行くんだって言ったら、あの年パス持ってる子にしたら、私毎日いるよみたいな話をしてて、へえ本当かなと思ったら、本当にその子がいましたね。学校帰りに何かを取りに行くだけに行くとか、あと知り合いでパンを買いに行くだけで行くって言ってましたね。ディズニー大好きな方は全然いいと思います。むしろ私も全然一人で行けますね。年パス持ってないので一人で行くことは多分ないと思うんですけど、まあ、年パス持ってたら全然一人で行く自信ありますね。ディズニーランド行ってる人は絶対周りの目は気にしてないとか、周りのこと気になってないと思って
勝手に思ってるんで、私もそうなので、なので一人で行っても全然問題ないですね。なんなら私家族が回ってる間に一人で疲れて外の座るご飯食べて座るところで一人でパレード見たりしてましたよ。はい、全然全然気にならないです。むしろ一人でも楽しめますけど、男性はそっかね、さっきの109もそうですけど、なんかちょっとやっぱり恥ずかしいって思っちゃう方もいるのかもしれないですね。難しいな。なんか男の人向けだったらいいのかもしれないですね。でもまあディズニーはね、全然大丈夫ですよ。男性も女性も関係ないですからっていう気持ちで行けばきっと行ける気がする。はい。まあそんな難しいのかもしれない一人ディズニーのアトラクションをされた方がいらっしゃいました。スタッフさんが。ラジオネーム43式なんたらかんたらさんからいただきました。ありがとうございます。おじさん一人のスプラッシュマウンテンはなかなかきつかったです。並んでいる時の孤独感、同乗者たちの視線、さらに途中の野外コースにはゆったり波に揺られながらコース沿いにいる家族連れの視線が突き刺さる。うさぎどんたちを見ていたつもりがいつの間にか自分が見られる側に、もしかして自分はアトラクションの一部なのではという錯覚を覚えられるのでおすすめです。面白いですねこれ。おいおい、うさぎどんじゃなくて自分がうさぎどんになっていたっていう、いやースプラッシュマウンテン一人はきついかもしれないですね。なんでかって言ったらやっぱ写真に残ってしまうからっていうのもありますけど、私は怖いから無理ですね。一人で乗れない。すごいですよ43式さん。一人ディズニーじゃなくてもやっぱりこのアトラクション乗れないとか、一緒にいた人たちがなったらやっぱ一人で乗るしかないですもんね。私はないな、一人で乗ったこと。確かに一人アトラクションは、そうか、ディズニーランドに一人で行くは全然 OK ですし、多分私が乗りたい乗り物は一人で乗っても大丈夫なやつなんですけど、こういうスピード感のあるものに一人で乗るのは厳しいかもしれないですね。わー、ちょっと逆にやってみたいかもしれない。罰ゲームみたいな形で。面白い。じゃあ皆さんもぜひ一人スプラッシュマウンテン今度試してみてみたらいかがでしょうか。ということで、他にも皆さんメールたくさんありがとうございました。一人まるまるって人それぞれですよね、限界、性別とかもありますし。はい、ということでここでは皆さんに募集したいメールテーマを言いたいと思います。ででん、今夢中になっていることは、ということで、皆さんの今夢中になっているものを教えてください。何でもいいですよ。皆さんからのメールお待ちしています。さて続いてのコーナーは大原ゆい子のハマっているものやおすすめしたいものを紹介するゆいこれです。今回紹介させていただくのは、でれん、無印良品です。はい、まあ今更っていう感じかもしれないんですけども、私はですね、ムジラーなんですよ。ムジラー、今はまああんまりムジラーっていうほどムジラーじゃないですけど、無印良品ね、いいですよね。バイトしてたんです昔で、本当にそう好きだったからバイトしたんですけど、まあ、バイトした後なおももうすごい好きで通い詰めてますね。まあ無印があれば入るみたいな、なんですかね、無印良品が好きってよくわからない、自分でもよくわからないんですけど、取り憑かれてるかのように好きなんですよね。はい、お菓子、そうお菓子めっちゃ美味しいんですよ、クッキーとかで。まあそれは皆さん結構知ってるかもしれないんですけど、あとカレーとかね、カレーも美味しいですよね。
辛くないスパイスチキンカレーっていうのが今一番好きなんですけど、ああいうのだったりとか、あとあれ黒胡椒せんべい、あれはねバイトしてる時もめっちゃ人気だったんですけど、黒胡椒せんべいはすごい美味しい。もう焼き菓子も美味しいし、まあそういう普通のお菓子も美味しいし、あとはまあカレーも美味しいし、まあ、いろいろあると思うんですけど、もうムジラの自称ムジラの私が好きなのはシリコン調理スプーンっていう結構有名な商品なんですけど、料理作る時に使う黒くて大きいシリコンのスプーン、まあそのままですけどなんですけど、あれは本当に素晴らしい商品ですね。まあ、他のどこで買ったやつか分かんないんですけど、シリコンのスプーンとかヘラとか持ってたんですけど、私はやっぱり無印良品のシリコン調理スプーンにかなうものはないななんて思いながら使ってます。カレーとか何でも、煮物とかもね、結構本当に何でもスプーンは使えるんですよ。でこびりついたやつもね、あれで結構綺麗に剥がせるし、本当に重宝してます。あと私はこの間なんとですね、ずっと欲しかった念願の人をダメにするソファーならぬ体にフィットするソファーを買いました。はい、やっとですね、今まで実家にもそれに似たようなのはあったんですけど、あれ無印良品のではなかったので、無印良品の初めて買いました。めちゃくちゃいいです。本当にすぐお尻ね、座ってると痛くなるんですけど、骨が痛いというか、あれはもう包み込むように、そしてもう眠れる、もう最高ですね、体にフィットするソファー。はい、あと私ベッドも実は無印良品なんですよ。で上のマットレスは無印良品じゃないんですけど、ベッドの下の部分が無印良品で、無印良品のベッドは私が使ってるやつは本当に軽くて移動がすごいしやすいんです。この衣替えじゃない、部屋をねちょっと整理整頓したいからっていうので、こう動かすのって結構ベッドって重かったりすると思うんですけど、めちゃめちゃ軽いベッドだからすごいいいなっていうのと、下にね物が入るっていうのもめっちゃいいですし、まあもちろん無印良品以外のベッドとか、まあそういう似たようなものっていろいろあると思うんですけど、無印良品で一回揃えるともうなんかね、全部無印良品にしたくなっちゃうんですよね。なんでなんだろうな。まあ収納とかも結構無印良品で買えますし、だとにかくねめっちゃ好きです。いまだになんかまだ次無印行ったらあれ買おうとかねありますもん。なんか止まらない無印愛みたいなのが、はい、あります。そのぐらい好きですっていうね、これは今ハマってるものではなく、おすすめしたいもので無印良品を紹介しました。はい、皆さんもこの無印良品の商品めっちゃ良かったよっていうのあったらぜひ教えてください。ということで、皆さんのハマっているお店とかハマっているものなどもぜひメールハッシュタグで教えてください。よろしくお願いします。わ、この音が鳴ったということで、ここからは大原ゆい子が弾き語りをするコーナー、ゆい子守歌です。大原ゆい子が演奏したい曲、そして皆さんからのリクエスト曲にもお答えしていこうと思います。今回私が演奏したい曲は、リクエストをいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム松戸の会社員さんからいただいております。蜃気楼は私の学生時代の情景を思い出させてくれる名曲で、大原さんの指折りノスタルジア世界のどこかでと同様に、歌詞とメロディーに深みと厚みがある大感銘曲なのです。でもこの曲をこの時間に聴いてしまうと、しばらくは気分が高揚して眠れなくなると思います。それでもぜひお願いしたいです。
ちなみにこの蜃気楼は CD の販売がない曲なのでしょうかといただきました。ありがとうございます。蜃気楼はライブ音源の CD を、そうですね、過去に販売していたこともあるんですが、蜃気楼としてなんかこうサブスクに乗るような CD に、流通してる CD にはしたことないですね。いつかしたいですね。はい、ということで、じゃあそんな好きですって言ってもらったので、蜃気楼という曲をお送りしたいと思います。それでは聞いてください。蜃気楼。お送りしたのは大原ゆい子で蜃気楼でした。こちらのコーナーでは皆さんからのリクエストもお待ちしています。曲名とアーティスト名を書いてメールで送ってください。曲に関する思い出なども書いていただけると嬉しいです。皆さんからのリクエストお待ちしています。大原ゆい子のチルアウトラジオ、そろそろお別れの時間となりました。最後に大原ゆい子からのお知らせです。来年放送のテレビアニメからかい上手の高木さん3期でも私大原ゆい子が主題歌を担当させていただきます。そして映画化も決定しております。とても楽しみにしてます。そして映画深海のサバイバルの主題歌いつだってサバイバルは各種配信サイトで配信中です。そしてみんなでどーもくん、毎月第1日曜日朝7時25分から E テレにて放送中です。そしてオープニングを歌わせていただいている花かっぱも平日毎日放送しています。現在各種配信サイトで配信中の短編アニメーション青い羽見つけたの劇版も担当してます。こちらもぜひ見てみてください。そして無職転生異世界行ったら本気出すはですね、なんと10月3日ということで明日から放送開始です。第2クールも大原ゆい子が主題歌を担当させていただいておりますので、
ぜひ毎週日曜日24時からは東京 MX BS11 KBS 京都、24時半からはサンテレビ他で見れます。そして D アニメストアニコニコでも、地上波同時配信してますので、こちらぜひチェックしてぜひ見てみてください。とても楽しみ。あとは大原ゆい子は、今ワイヤレスイヤホンを愛用してます。まあでも有線イヤホンも使ったりするんですけど、うん、私が使っているのは今はなんだっけ、あれです。はい、あ、思い出した、アンカーですね。アンカーのワイヤレスイヤホンを使っています。はい、これはわりかし音も良くてフィット感もいいなって私は思ってます。前はヤマハかな、ヤマハのを使ってました。今はアンカーですね。ということで、そんな個人的な告知、すべての情報は私大原ゆい子の公式ホームページをチェックしてみてください。ツイッター、インスタグラムもやっています。いずれも大原ゆい子で検索してみてください。そして番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはゆいちる .radio@gmail.com です。メールアドレスのスペルはこの動画の概要欄からもご確認いただけます。そしてツイッターで感想をツイートしていただく場合はハッシュタグゆいちるをつけてつぶやいてください。それでは大原ゆい子のチルアウトラジオ、略してゆいちる、また来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は大原ゆい子でした。バイバーイ。